エビネ・ヤスノリは日本の政治家、元神奈川県藤沢市長、北海道生まれ、検察官である父親の転勤に伴い、各地を転居していたが、最終的に、湘南、藤沢沖に入り定住することになった。横浜国立大学経営学部を卒業すると、同年、松下政経塾に入塾。山本駿が市議から転じて、 市長選に出馬する際に自分は市長に挑戦するから君も市議会議員に挑戦しないかと誘われ1991年に初当選。以来、藤沢市議会議員を4期16年務めた後、山本の四選不出馬表明を受けて後継候補として市長選に立候補し、対立候補だった前神奈川県議会の星野武志らを僅差で破り当選。市議時代は、 自民党所属だったが、現在は離党し無所属である。2012年2月、再選を目指して、市長選に立候補したものの、県議を辞職して、立候補した鈴木恒夫に敗れ落選した。スポーツマンであり、自らサッカーチーム、エビマーレを結成、キャプテンとして活動している。また、2007年3月に行われた第1回湘南国際マラソンでは、 当時の神奈川県知事の松沢成分と参加し、感想している。この時のことを、松沢は僕の方が若いのに負けたと語っている。他にも水泳を趣味としている。当選2回目で副議長となった。藤沢市では歴代最年少での就任。これは人事調整が不調であったためである。副議長にも専用の自動車と運転手が用意されるが自宅が、 役所から歩いても5分とかからなかった上、公約として行政改革を謳っていたため議長と議会事務局との打ち合わせの時は出迎えを断った。ところが同僚議員から猛反対を受ける結果となってしまった。理由は一旦予算を削減すると復活できないというのと、近隣自治体も副議長者があるので、藤沢氏だけないというのは対面上困るという理由だった。また、 運転手自身からも2年前に昇格して副議長者の担当になりました。予算がカットされれば私は地位を失いかねません。家のローンも支払っていかねばなりません。夕方5時以降も公務的な会合にはできるだけ副議長者を使っていただけないでしょうか。今までの副議長は5時以降もできるだけ利用していただいておりましたと懇願された。副議長者を廃止するには 時間がかかるとわかり早急な廃止を諦めることとなったが、年末年始の多忙なスケジュールを体験したエビネは、結果的に専用車がなければこなせなかったと振り返っている。エビネが副議長に就任するまでは、議長、副議長ともに一年任期とする慣例だったが、上記のような経験から一年では何も改革できないと悟り、それをもとに同僚議員に相談し議長、 副議長とも任期を2年に改正した。一番の公約に掲げた行政改革だがエビネにとっては難儀を強いられることとなってしまった。支援者から行政を批判すると選挙に不利と注意されたためである。しかし当時野党であったエビネは行政の無駄こそ省いていくべきと行政改革特別委員会の設置を提案した。これを機に議論が本格化し委員会設置後、 藤沢市は5年間で100人100億円の削減を達成した。なお、行政改革に対して、エビネを触発したのは、藤沢市内の慶応義塾大学の学園祭での先進事例や参考になる学説の披露などのシンポジウムの主催による行革スター誕生である。この進歩には、エビネに市議選への出馬を進めた当時の藤沢市長の山本駿が、 パネリストの一人として参加していた。ありがとうございます。